三谷慎太郎は、明治、大正期に魚屋を営んでいた人物。早稲田大学野球部の熱狂的なファンとして知られ、スポーツ雑誌に記事が載ることもあった。青年、経歴など不明。東京市牛込区早稲田鶴巻町の魚屋であったが、熱狂的な壮大野球部ファンであり、試合があれば欠かさず応援に行っていた。そのうちに、いつしか、周囲から、魚屋の信仰。 ウオシンなどの通称で呼ばれ、運動世界など、当時のスポーツ雑誌に、記事や写真が載るほどまでに有名になった。1910年、来日したウィスコンシン大学と早稲田との試合があった、際には、魚屋の審判票という談話が、運動世界に掲載されてさえいる。また、野球雑誌、ファンに、ウオシン君に苦言すという同業者からの批判当初が、 掲載されたこともあった。その後、野球部に出入りしているうちに低級部も手伝うようになり、その経験からテニスコート職人に転業した。飛騨水州の飛騨水州選手の中には、大正9年頃まで野球部に出入りし、試合の土に世話を焼いていたが、コート職人の仕事が忙しくなり、姿を見せなくなった。 しかし、早稲田がある試合に勝ったときから、贈り物が届き、やはり彼は、野球のことを忘れてはいないのだ、と嬉しい気持ちがしたという内容の記述があり、これが、三つの文献に登場する最後の姿となる。これ以降の消息は不明である。ありがとうございます。